皆さんこんにちは。レック専任講師の根本です。本日、令和2年5月18日、法務省から発表がされました。令和2年、司法書試験、実施、延期。7月5日に予定がされていた試験、延期をする。ただ、そのいつになるかということは、速やかに発表すると述べるのみで、現時点では、 何日かは分かっておりませんまた今後については余裕を持ったスケジュールにするということも記載されておりますぜひ法務省のホームページこちらの方で原文を見てください7月5日を目標に学習された方にとっては本当につらい状況になりました 我々全力でサポートしていきますその第一弾2日後にウェブ上にガイダンスをアップします今回の文面の分析これからの学習方法そしてこれからの学習への心持ちこの三点について森山講師、私、運の講師よりウェブ上のガイダンスを実施します ぜひそちらを見てください大変な状況になりましたが最後まで最後までバックアップします頑張りましょう